本日は10月17日、あと2日寝ると10月19日、木村文乃さんのお誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、つくもファミリーの五男坊五郎丸を演じた川原瑛人くんが駆けつけてくれました。皆様拍手でお迎えください。では瑛人くん、お願いいたします。お誕生日おめでとうございます。そして七人の秘書ザ・ムービーの大ヒットおめでとうございます。ありがとうございます。皆さんは毎日素敵な生活を送られていると思うんですけど、この赤いバラのパワーでこの1年元気に明るく、そして笑顔で過ごせることを心から祈っています。本当におめでとうございます。はい、では花束贈呈です。しっかりしてる木村さん、瑛人くん駆けつけてくれました。わざわざありがとうね。お花重かったでしょ、大丈夫だった？はい、ありがとう。練習してきたの今日。ありがとう、すごい嬉しかったよ。大人くん、大役ありがとうございました。ね、たくさんのバラですけど何本あるんですか？77本あります。おお、7人の秘書にかけて。はい、そうです。僕は実は10本っていう、あなたは全てが完璧ですっていう意味で渡したかったんですけど、ちょっと物足りないと思ったので、7人の秘書ザ・ムービーのイベントということで77分にしました。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しいです。実は私、バラの花束もらったの初めてです。どうしよう、ときめいちゃう ね、 ね、もう連れて帰ろうかね。なんか私たちのコメントより誰よりも素晴らしいコメントを淡々と喋られて、本当に感心いたしました。本当にありがとうございます。映画見た人からさ、お友達とかからさ、なんか言われたりした？まだそのみんなに見てねっていうふうには言ってないんですけど、うんうん、まあちょっとなんか最近出てるっていう風にたまに先生から聞かれたりするので、うん、今これ出てるから見てくださいねっていう風に伝えたりします。なるほどなるほど。素敵。控えめにね。ちょっと大きい声で言っといた方がいいんじゃない、みんなに見てねって。ぜひ見てください。ありがとうございます。